はい、今日は、江戸川区の、学童女子野球の、篠崎プリンセスの大関監督にインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。まず設立ですけども、はい、設立はいつ頃になるんですか？チームとしての設立は大体8年ぐらい前です、ね。あ、そうですか。ですね。はい。わかりました。まあこのチームっていうのは、個別の、チームから集まって、はい、皆さん集まって、江戸川区の大会でチームを作ってやってられるということですね。はい、そうです。はい。普段の練習場所はどちらになるでしょうか？同じ篠崎の地元で、あの野放地グラウンドっていうのがありまして、あそこで大体月1回ぐらい、3時間から4時間ぐらい。そうですか。はい。去年の成績は、去年は3位、まあ、3チームのうちの3位。はい、わかります。練習というのは何曜日にやる？土曜日です。はい、わかりました。あとこうチームの考え方なんですけども、はい、強くなるとか楽しくやるとか、まあ、それはどうですか？基本的にはやっぱり、まあ、楽しくやることが、はい、普段みんな違うチームで活動してるので、はいはい、こういうところでドリブルのつながりを広げるためには、まずはよろしく。あと、費用とかは部品の部品は年間で2000円預かる。わかりました。あと、選手には何人ぐらい？今、大体15名。はい。わかりました。あとこう、試合とか練習での父兄のお手伝いとかは？基本的にはないです。ないですか。わ、はい、かりました。あとこう、体験したい場合、方っていうのは、例えばそういうことですか？自由に連絡いただければ、こちらの方に練習の方からお願いして、来ていただくと思います。わかりました。あと、監督からのメッセージ、子どもたちに対するメッセージとか、なんかあったりするんですか？そうですね。やっぱり、ね、こうやって、ところの中で、まあ、一生懸命頑張ってる子たちを、やっぱり応援するのが大事になってくると思います。はい。そこで野球が上手くなって、一番最初に。みんな女の子のチームでどうですか？女の子だって一緒にやると楽しい？楽しいですよ。楽しい。本当。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。